先帝は、全館の第九代皇帝、武帝の彦、はじめ民間に育ち、各光に擁立されて皇帝に即位した。後世、五館の後武帝により、全館中皇の祖とされ、中層の病号を送られた。その数奇な生涯から逸話が多い。紀元前九十一年の不幸のごにより、ひいばの皇后園を、祖父の霊体師、龍四所、祖母の志士、 父の痛み高校、竜進む、母の王、王主、兄と姉が処刑された。生後間もない劉病をは投獄されたが平吉により養育され、御社により釈放されると民間で育てられた。成長してからは遊興を好んだり、鳥を戦わせ、馬を走らせ、そこから村里の患者や理事の特質を知った。駅に割の長賀から学費を出してもらい、 学問も身につけていった。やがて駅庭での養育に改められた際、長賀が流病医の貢献役となり、長安世のこの長褒祖が学友となり、長安郊外の名をかんざとにした。紀元前74年、王子の商帝が死去し、樹地の商友を流賀が一時即位するが、貧困不良を理由に配位されると、儒教の経典、特に死教、論語、公教に通じており、 失踪剣役に努め、人愛深い性格だという平吉、各光らの推薦により、上官公大号の御事乗りを受け、まずは非武功に封じられ、間もなく即位した。即位した際に、木位が困難であることから即位の際に意味なお、山井から順と改めている。朝廷死去から、正雄王の敗を経て、先帝の即位に至る一連の動きは、各光の主導したものであり、 政権は引き続き、大師は大将軍である、各光に委ねられた。紀元前69年、各光が死去すると、選定は肥大しつつあった各氏一族の権力、特に軍の指揮権を徐々に剥奪し、外籍の巨子らの指定に与えた。これに反発した各光の維持が反乱を計画すると、それを理由に各氏一族を処刑している。 反乱成功後に定位を散脱する予定であった。大芝、架空は溶山の刑となり、広報の地位にあった隠しも配位して遊兵された。選定は、各光の死から2年後に申請を開始した。申請後の選定は、新商出罰を基準とした、放火主義的政治信条に則り、広行、意賢圏内有能な法制通を官僚に起用し、 政策に疎い受者たちを政治の中枢から遠ざけた。減税や常、平そ層の設置、国民への借位の授与、中央と地方での行政改革、犯罪取締りのための刑罰の強化といった政策を行った。これらは民力を休養させつつ中央政府の権力強化を図る内政重視政策であり、その結果、武帝以降の国内の疲弊を緩和させることに成功した。 とりわけ国事による刑務所内での虐待を禁止し不当に高額で民衆の生活を圧迫していた塩の値段を大幅に下げたことは刑務所で育った後民間で暮らしていた選定ならではの施策と言える。一方、外交面では嘘と連携して再域に進出、強度を弱体化、分裂化させ、紀元前51年には強度の股間や善を降伏させるなど、 一時期弱体化していた、菅の国政を復興させることに努めた。これら内外政治における成果から、文部に功績があったとされ、半個の菅女選定期において、全菅中高の祖という評価を受けている。しかし、中小を通じての直接の上層は、中小の任に当たった菅官,官の権力を強化させる原因になり、後の求み門の時には、菅官,官と外籍が連携して政治に、 大きな影響を及ぼす一因となったことは否めない。庶民生活が長く、世情に通じている現実主義者だったため、理想主義、解雇主義である儒教を嫌い、儒教に傾倒する皇太子、竜とは反りが合わず、敗退しも考えた。儒者東洋を進言した皇太子を一括した言葉は古来名言とされており、漢女十八子略などで広く、日本社会にもルフしている。 漢化おのずから精度あり。もともと、覇王道をもって、これを雑す。何ぞ、順じて、特教に任じ、修正をもってせんや。かつ、俗児は時儀に達せず。好んでいにしえおぜと、なし今を人なす。人をしてめえ、身をくらませ、守るべきところを知らず。何ぞ委任するに足らんや。我が家を乱すものは必ず大使ならん。漢王朝では、昔から、波道。 高価、王道、塾家の良いところを、主者選択している。儒教だけに価値を認め、儒教の理想である州の政治に戻すなどということが、どうしてできよう。その上、反ン油の従者どもは時局に合わせて、ものを考えず、常に、昔は良かった、今は良くないなどと言い、理想と現実の区別がつかず、政治に何が必要かもわからない。委任するとことなどできない。 我が王朝を衰退させる者は皇太子を置いて、他にはいないしかし、結局、龍二皇子が生まれたことを理由に廃着を見送った。原帝はこの父の言葉通り、呪者を登用して、王王の先生を招き、全冠滅亡の端子を開いたのである。漢王朝系図。ありがとうございます。